質問来てた。去年乗ってた WA100 と今年の ZW100 どっちが良い？なるほど、アンダーラインおじさん考えた。結論、今年の ZW100 が良い。大前提、どっちも素晴らしいホイールローダー。去年のは古いタイプで今年のは高年式。あくまでも個人的感想なので意見ちょうだい。去年の WA100 の好きなところ。8トンの重量感、エンジン音、珍しい2本出しマフラー。そして2人乗りだったところ。本当に大活躍だった。ZW100。早速比べてみよう。まずは乗り込んでみよう。あら、さすが新しい。ドア開閉がめっちゃ滑らか。シンプルなコックピット。操作しやすそう。芸術的な霜。シートがやさす。調節機能でこれは快適。Oh my god! 早速動かしてみる。動きがキビキビ。7トンと軽いからなのか。評判通り。燃費向上が期待できる。静かさと軽快さ。ギリギリのスレスレを。せめても安心感のある。ステアリングと安定感。欲を言えばワイパースイッチは、右上でなく、かつ、インターバルがあると、嬉しいですが贅沢は言いません。人に優しいゆとり運転。ちなみに美人さんが多いのです。狭いところも書きやすい。こんなところもスイスイ。
緩急のスピード調整が楽な 3.6 リッターディーゼルエンジン。今年はチェーンでなくスパイクタイヤ、ちょっと曲がる動きは滑ります。乗用車ではこれだけの距離をずっとバックで走るのはあんまりないですよね。真後ろを向いて振動しながらバックするんです。だからエアサスシートが助かります。今年の私の除雪のバディ、ZW100 をお届けしました。チャンネル登録よ。